さあ、DA トーナメント最後の試合。そう、2人しかルイージで登録していないという。1本です。1本ですよね。1本です。はい。行きましょう。さあ、ルイージプリン始まりました。3位決定戦と思うな組み合わせ。また中央で。さあ、この組み合わせ、私すごい嫌いです、はい、すごい嫌いですか、はい、やりたくない。僕もルイージ使うんですが、すごい嫌いですね、僕もね。あんまりやりたくないですね。一発で死ぬんですよ、これ。プリン側、プリン使ってる人みんなこの組み合わせ嫌いなんで、めちゃめちゃ慎重になるんですよね、はい、なんで、あんまり好きじゃない。一応相性的には、まあ、プリン有利だとは思うんですけど、ミスなくプリンがね、ずっと試合を続けれるかというと別の話で、まあ確かにかなり神経を使いますからね。 19% と、そう、個人的に私はこの組み合わせ、やっぱテーパーの時ある程度、まあ、プリン側の死になるんですけど、まあ、20-30% ダメージを与えてから、まあ、ライン攻めでドリルを与えていくみたいな、私テンプレートでやってた記憶があります、数年前、はい、数年前、はい、まあ、ルイージ使う人がもういないですからね、そもそも。対するルイージはもう簡単です、もうエアスラー当てて勝利です。はい、おーっと、うまいセットプレイなのか、あれは。しっかりしたシフトしましたね、なんか。そうですね、はい、これはバーストする、軽いですね、プレイ、ほんと。カーシミカルイージの選択うまかった。ちなみにミカルさんは多分私対戦したら多分私負けます。当てに行く。怖い。さあ、プリン側、これシャルさんがどうやって火力取っていくのかすごい気になりますね、これ。プリン使いとしては、あ、これは、あーっと、魂の外ずらし、ずらしが良かったですね、今。不動の、不動の。これ NA でコツコツやっててもチリ貧なんですよね、これ。あー、おつらい、死ぬ、あ、うやはりこれ、そう、上からドリルで、フック阻止で、まあ、ドリルとしたスマー。あーっと、これはやばいぞ、阻止コースだ、行くぞ、行くぞ、あーそうなんです、この一撃必殺があるから私嫌いのかな。そうですね。ちょっと甘えたらすぐプリンが、ああ、まあ、有利だとは思うんですけど、しっかり対策しないと、ね、かリターン差で圧倒的に負けてしまう。そうですね、スマッシュ完全に分かってるぞと言わんばりだな。さあ、どうなる。うわ、あ、死んだ、うまい。確認が早い。